ここはノーファールで奪った。3対2、4対2になっている。数的有利の YSC 塩釜、シュートだー。先制は YSC 塩釜、後藤。相手ボールを奪って、そして4人がスプリントして、後藤の先制ゴールが生まれました。今シーズン4ゴール目。ホームの YSC 塩釜、ホーム最終戦、後藤のゴールで先制しています。中にも3人入ってきていたんですが、後藤が得意の左足。